池田エライザノブ高杉真宏がゴチになります。首に異例の3人同時。日本テレビ系グルナイゴチ23首ビは生放送で決定4時間半 SP、57時が29日に放送された。ゴチになります。23、最終決戦を行い、生放送で首が発表された。池田エライザ、ノブ。 高杉真宙の3人が同時に首という異例の展開となった高杉が最終戦の最下位となったことで史上まれに見る複雑な展開に最下位だったエライザは一足先に無念の首が確定し首の人数発表を待つこととなったが史上初の3人となりノブと高杉が後チの舞台を去ることになった この日の「ゴチ」では自腹額100万円超えで最下位のエライザが今日はマジで1位を取りに来てますからと宣言自腹額70万円台の矢部宏之、ノブ増田貴久も最大3人の首とあって落ち着かず自腹額約30万円の高杉真宏は安全権かと思いきやまさかの追加ルールで大ピンチだ 1>, 1位の岡村隆は安全圏も羽鳥慎一からある注文が寄せられた設定金額は超光額4万円スペシャルメニューの食材は大分の幻のカニということで大分在住の元ごちメンバー中島智子が寮に出向バラエティー魂全開で体を張りプライベートな情報も大放出される スペシャルメニューをかけたサッカーダーツゲームではサッカーが一番うまかったと自信満々の新庄に見せ場の大チャンスが到来した最後の注文では高杉が迷いをうかがわせる難しい表情エライザは下克上完了ですと余裕の笑み増田はやっぱりちょっと待っていや、とパニックとなっていた ゴチは見てるけど一人一人が選んだ料理をじっくり見たい調理映像が映って美味しそうだなーって思うけど省略しすぎ豪華な料理を見て楽しみたいし調理映像をもっと増やしてほしい番組のメインがランキングになっているし CM 挟んでからも引っ張る最近は趣旨が変わってしまっている コスプレなど時間取りすぎカレンちゃんの正解率はすごいと思うけど番組半分の時間がランキングになったりしてると何を見せられてるんだろうと思えてならないそこまで引っ張ることじゃないしマンネリ化してきていると思う誰がゴチをクビになるかは想定できる最近はつまらない回が増えた気がする